久しぶりの寝言は寝て家やりたいなと思っております。今度まあ次またロケというかね、撮影をするタイミングがありまして、その時にこうどういう駒口で自分のこう伝えたいことをこう伝えていくべきなのかということを今ちょっと真剣に考えていまして、その考えというか思いを馳せているうちに、あ、これもやっぱり改めて動画にしようと思っておりまして、まあ聞いてくれる人だけ聞いてもらえればということをちょっとやりたいと思います。まあコロナが落ち着いてきたのか、それともその慣れてきてしまっているのか、それが僕にもまだちょっとわからないところなんですけれども、その中でですね、自分が今一番こうどういうふうに思っているかということは、まあ、僕は男性なので、まあ男ということで、男というのは時にですね、男の子にならなければいけないというのは、なんかすっごい頭の中をぐるぐる回りまして、やっぱ男になれってみんな言うんですけど、逆に男の子になるっていうのは誰も教えてくれなかったなと。その男の子になるということが自分の中でどういうことかというと、そのやっぱり立ち上がるとか、その泣くなとか、まあそういうことばっかりなんですけれども、男の子になるっていうことは泣いてもいいんだよとか、その人にそういう優しさの側面を見せるってことが僕の中で男の子なのかなと。なんか一番シンプルに言うと、カナブンしか捕まえられなかった夏休みに、友達が5匹カブトムシを捕まえた時に、そのカブトムシのこの辺を持って友達に、お前捕まえられなかったんだからってこっそり渡せられる男の子がやっと男になるのかなっていうか、この辺がなんか分かってほしいなっていう、分かります？そのまあカマキリが怖い、でもカマキリ捕まえてみたい、捕まえられるやつに憧れるんですけれども、その捕まえたやつが偉そうに俺カマキリ捕まえたぞっていうのって、まあなんかあんまりセンスないなと。捕まえたんなら、何匹も捕まえたんだったら、そっとその捕まえられなかった、まだこう友達に1匹2匹お裾分けできるっていうのが、なんか男の子の中のなんか男の美学っていうか、男の子なのに男の美学、その辺をなんかもう本当にちょっと考えていましてね。これも僕の後輩から実はちょっとお土産でいただきまして、三線、ギター弾くんですけど、全然弾き方わかんない、だから弾かないんですけど、また弾けるようになったらこれも YouTube であげたいなと思っているので、なんかこの辺が分かる人といっぱい久しぶりに酒を飲みたいな、こういう話ができる人と、それが今日の寝言は寝て家なのかな。みんなかしこまるようになっちゃったっていうか、頭でっかちになってるというか、ザ・スタンダードな男になってしまっていくこの感じが、僕は時にすごく悲しくて、男の子であってもいいんじゃないのかなと、年を取って、男よりも男の子である、そのこの若返っていくというか、愚かになっていくってことじゃなくて、
いい意味で若返っていく。それはやっぱりその仕事でこうなんか成功していくっていうことじゃなくて、なんかこう人の気持ちがより分かっていく、より良くしていく。で、気持ちをより良くしていく。そしてその中で人の気持ちのかゆいところに手が届く、そんな人でありたいなと。そんな寝言の夜なのかな。ありがとうございます。ぜひしばらくロケも行けてないけど、チャンネル登録よろしくお願いします。